ダバーさんがアユをルアーでするアユイングというのを仕掛けているんですが、バーシャーのアユを作る可能性はないです。全くこれっぽっちもお。アユの釣り場でね、リール禁止のところってすごく多いんですよ。おものすごく多いんです。 えー、つまりあの、ずっと流されちゃうと、あの、アユの竿って10メーターあるでしょそれ10メーターこう倒すでしょそうするとあの細いめちゃくちゃ高い仕掛けなんだけど、それをこう、アユをおとりをこう流すじゃん。そうすると10メーターの10メーターで20メーター下まで行くのよ。そこにこう、ルアー投げてブズって切っちゃう人たちが出てきて、トラブルの今もう大変なことになってますんで、えー、アユの人たちがいるところではやっちゃダメです。基本的に。アユ釣りを全く、もう、もうこ、 岡崎ダーレムいねえじゃんっていうところでやっていいっていうところだったらやっていいと思いますけど、えー、鮎釣りをやってる方がいるところで、えっ、ー、とー、リールで、あのルアーで鮎ああ、えー、引っ掛けるのはやめた方がいいです。はい。もう完全に禁止になりますよ。あのー、釣り自体が、えー。気をつけてくださいね。 はい。ラインの太さは、魚を取り切れ太さと教わりました。ラインえー、取り切れ太さの定義はやはり、えー、経験するしかない。はい、そうですね。えー、もう非常に経験の浅い方がですね、あの細いラインを使う方が霞ヶ原に来てるんですがね、困ったちゃんなんですよ。えー、腕もないのに細いラインを使う。まあ、腕がないから細いラインを使うんですけどね、腕のいい人は細いラインを使わないんですよ。 腕の悪い人って細いラインを使う方たちが非常に多いところがそれでねい、あのー、根がかってみんなブツブツ切っていくっていうね悪い輩がいっぱいいるの。 えー、ある程度太めのラインで回収していただかないとええーはい、あ切り抜き動画見た皆さんこちらの方がですねラたはじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、えー、そこからこう切り抜かれたやつでございますオンラインサロンの方ではですね本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね時間にお答えしてまたはじめちょっと楽しみたいなという方はです、ね、ぜひご入会をよろしく。